よ。うーす、誕生日ですね。梅ちゃんありがとう。俺は水道水でよろしく。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第14回目天神中田さん編の実況やっていきます。よろしくお願いします。まあ前回は、何があったっけ。あ、そうだ、クリスマスをどう過ごすかっていうのを梅ちゃんとみやちゃんに相談をしてましたね。どうした梅原。確か今日ってお前の誕生日だったと思うんだよ。うん、ちょっとこの辺飛ばし気味で行こう。覚えていてくれたのか。誰かに祝ってもらえそうなのか。さえちゃんに祝ってもらうぜ。とかなんとか言っちゃってるが自信ありって顔してるぜ。かー、羨ましいなおい。うん、こりゃ俺からのプレゼントは必要なさそうだな。え、なんかくれんのか。いいよな、こういうの。彼女のプレゼントがあれば十分だろう。いやいやいや、君のねくれる水道水をくれ。まったく隅に置けねえな、このうこどん。からかうなよ。てんてんてん。なあ、うん、プレゼントを届けに来るならこの時間だと思っていたんだけど。え、ああ、そうだな。よっしゃ、それじゃあ俺から大胆にも誕生日プレゼントを送ろうじゃないか。何が飲みたい、言ってみろ。やった、ジュース限定かよ。水道水なら何とおかわりし放題だ。さあ行こうぜ。いいな、俺誕生日さ。休みだからさ、常に学校。とりあえず梅原が誕生日を祝ってくれたねえ。学校で祝ってもらったことなんてないな。さてそろそろ寝るか。寝ねえよまだ。寝ないよ、進めないよ。ちょっと待って。会話、あ、全部会話か。ちょっとイベントでね増やさないと意味がないからね。イベントが増えるまでちょっと待ちましょう。よし、増えたね。さえちゃんとのことをちゃんと考えよう。何それは悪いことってこと。いや、まあでもやろう。なんでしょうね。さえちゃん、こいつさえちゃんのことしか考えてないんじゃないか最近。まあいいことだけど。いい子だよな本当に。もうプラネタリウムだけでは飽き足らず、いろんなところでさえちゃんを妄想してますが、このままじゃダメだよな。ダメだよ。おう梅ちゃん。梅原か。今日は梅ちゃんよく出るね。お前に空を眺める趣味があるとは長い付き合いだけど知らなかったよ。いつからいたんだよ。10分くらい前かな。相当見てたのね梅ちゃんも。そっか。なあ、ちょっと聞いてもいいか。なんだよ改まって。1ヶ月くらい前にさ、今年は頑張ろうぜって話したよな。それっぽいクリスマスをってやつだよ。ああ、してましたね。まあ、詳しくは、プロローグをご覧ください。ああ、覚えてるよ。お前はどうなんだ？さえちゃんと過ごすぜ。どうって言われても。悩むのはいい。でもな。なんだ？どういう結論を出すにしても、結局はお前にしか決められないんだ。僕にしか。もう十分考えたんじゃねえのか？そろそろ結論出してもいいんじゃねえのか先生。梅原先生。梅原、とにかくあんなに可愛らしい子に心配かけるのはよくねえと俺は思う。そうだよな。な、一通り考えたらあとはドーンと言ってみるのも悪くねえと思うぜ。男は度胸だな。じゃな。ありがとう梅ちゃん。おい、あら、さえちゃん来た。あ、中田さん、いや、さえちゃんって呼んでやれ。その偶然ですね。いや、さえちゃん絶対見てたでしょ。ずっといたの？いえ、そんなことは。声かけようかなと思ったら梅ちゃんが言ってたみたいな。さえちゃん、先輩がずっと空を見ててなんだかとても寂しそうで、それでなんで謝るの？だって先
なんだ？先輩。なんだなんだ？何してんの？すっかり冷えちゃってるね。あ、手ね。中に入ろっか。はい。クリスマスデート誘いなさいよ。梅原に言われて改めて思った。結局僕は前に踏み出せてなかったんじゃないかって、いろいろ言い訳して理由をつけて、それはもうやめよう、後悔しないよう、ちゃんと前を向こう。うん、よーし。一気に上がった。さえちゃんのイベントにしたら珍しいね。なんか今まで一個ずつ地道に上がってた覚えがあるからな。じゃああとは星のイベントだけだね。あ、そうかそうかそうか、びっくりした。あれだもんな、誕生日だもんな。ちょっとすっ飛ばしていいっすか。もう俺3、これ見るの3回目だからな、いい加減飽きてくるな。飛ばします。お話をしておくと、結局家に帰るまでプレゼントもらえないんですよ、誰からも。あー、さえちゃん飛ばしちゃった。ちょっと待って。っていうね、悪い夢を見たんですよ。はい、飛ばしちゃいましたね。ここまで戻ってきました。うん、お客さんかな。下手に飛ばすもんじゃねえな、気をつけます。たく、誰もいない時に限って。サイちゃんが来るのはもう分かってるからいいんだけど。はーい、よっと。何か起きるアクシデントってこれだったのかな。あ、うん、来たね。夜分遅く失礼します。サイちゃん電車大丈夫？時間あるのかな。あ、サエちゃん、どうしたの？え、ミヤに用事？あ、違います。その、先輩に用事があって。お、僕に？一体何？あの、その、お誕生日、おめでとうございます。ありがとう。え、僕の誕生日、知ってたの？はい、ミヤちゃんに教えてもらったんです。やっぱりね。そっか、ミヤに。これ、プレゼントです。なんだなんだ？わざわざプレゼントまで？いいの？はい。大したものじゃないんですけど。いやー、サエちゃんからもらえるんであればね、いいっすよ、なんでも。ありがとう。すごく嬉しいよ。でも、なんだ？ああ、開けさせてもらってもいいかな。なんだろう。はい、さえちゃんがくれるものでしょ。なんだろうね、なんか話題に上がってたっけ。なんだろうね、なんだろう、楽しみだなね。ん、アルバムに写真が入ってる、というか写真集。お宝本かい。これって、ん、さえちゃんの水着写真だよね。は、自撮り。待て待て、おいおい、こっちはチャイナドレスだ、コスプレ。うわ、これはネグリジェってやつか、初めて見たぞ。あ、その、違うんです。何が違うんだよ、さえちゃん。あのですね、ミヤちゃんに先輩の好きなものを聞いたんです。ああ、聞いてたね。そしたら、水着とか制服着た女の人の写真集とかをよく見てるよって。ミヤちゃん、ナイス。そうなんだ。そのだから、すごいね。私、その、失礼します。ああ、行っちゃった。駅まで送るよ。ああ、さえちゃん、 ありがとうね。多分聞こえたよな。それにしてもミヤのやつめ、グッジョブだ。サエちゃんに余計なことを言って、見ろよこの写真、すごいぞこの胸元、見せろ。この水着サイズ合ってないよな、これはけしからん。サエちゃんすごく恥ずかしそうにしてる。でもすごいな、自分の彼女から自分のね、いろんな姿とコスプレを撮った写真集もらったら俺はちょっとびっくりするけどな。僕のために無理してくれたんだな、ありがとう。
大事にしなきゃな。すげえな、意外と大胆なことをするんですね、さえちゃん。びっくりだわ。うん、オッケー。絶対ミヤちゃん知ってるんだろ。プレゼントもらえてよかったね、ニーニー。ミヤちゃんも一緒に見るかい？絶対ミヤちゃん知ってるだろ。よし、一旦セーブします。そろそろさ、あれだよね、デート誘わないとまずいよね。すげえ、9つもあるよ、さえちゃん。どんだけ会話するのよ。イベントは今1個だけあったね。これ、さえちゃんをで、おら、来た、やっと来たよ。フラグだったね。デート、デート、いい天気だな。週末も晴れるって言ってたし、どこか出かけようかな。でも一人じゃな。さえちゃんとどっか行ってみるか。うん、もちろん誘うよ。よし、悩む前に誘ってみるか。当たって行ってこい、砕けずにね。教室にいるかな。さえちゃんは、あ、いた。ミヤには見つからないように。中田じゃなくて、さえちゃん。え、あ、来た。先輩、私に何かご用ですか？すごいね、教室に来ただけですごい喜んでくれてる。あ、それともミヤちゃんに？まあ、ミヤちゃんに用事があったらね、ミヤって呼ぶもんな。いや、ミヤじゃないんだ。ちょっと出られる？はい。お。なんで黙っちゃうの？緊張するな。今週の日曜日って何か予定入ってたりする？え、日曜日ですか？イエスイエス。そっか、それなら、その一緒に遊びにでも行かない？あー、ダメならいいんだけど。それってデート、デート、デートですか？その通り。あー、うん、そうだね。ん？さえちゃん、いいんだよ。え、なに？本当にいいんですか？いいんだよ、そんな。うん、さえちゃんさ、よければ。もちろんいいです、いいに決まってます。あ、そう、よかった。私嬉しい。よかったね。え、なんだなんだ、またかい。またかよ。うわ、ああ、廊下でもやるのね。ほら、人いるじゃん。この感触は。なるほど。なるほど。あ、当たってるよ。うわ、柔らかいって違う。さえちゃん。はい。あ、みんなが見てるから。え、ああ。ごめんなさい。そんなに嬉しいのか。いや、いいんだよ。とは言ったものの、やっぱり周りの視線が気になるな。それじゃあ、日曜日に公園で待ち合わせでどうかな。時間は？はい。1時とかでいい？はい。じゃあ、日曜に。はい。それでは、失礼します。どこ行くんだろうね、デートつっても。こうして、さえちゃんと出かける約束をした。あれ？思わず、ね、そうだよね、誘ったけど、どこに行くとか全然考えてないや。まあ、なんとかなるか。うん、いざと、最低。いざとなればゲーセンだなって。梅ちゃんじゃないんだからさ。そんな、相手は女の子だぜ、ちゃんと考えなきゃ。さて、じゃああとは会話をすればいいんだな。よし、どれから行く？いっぱいあるよ。じゃあ前からあるやつを使おうか。よし、じゃあこれ屋上行きましょう。あ、人がいるよ。へえ、屋上にも人来るんだ。
よし、じゃあ行こうか。さあ、こっからは当てていかないといけないのかな。よっしゃ、まずは、どうしようかな。娯楽。あったー来た来た。難しい本読んでると眠くならない？難しくなくても眠くなる人はどうすればいいんですか？え？私は大丈夫な方です。さすがや、すげえ。ああ、そうなんだ。小説とかも読み始めると終わるまでなかなか止められなくて。すげえ。へえ、一冊終わるまで読んじゃうんだ。いえ、この間は3巻まで出てるのを思わず1日で。すげえ、1日で3冊も読んだの？それは本当にすごいね。すごいね。次の日寝不足で大変でした。へえ、1日で3冊も読めるもんなの本って。わからんこのおバカの俺にはわからん。娯楽で外してるんだね。あ、そっか、これで食べ物が2個だっていう話をしてたんだ。うん。さえちゃんの好きなお菓子って何？なんだろうね、洋菓子っぽいけど。お菓子ですか？あ、やっぱり。そうですね、ケーキとかパフェが好きです。うん、確かにそんな感じはするよ。なるほど。食べても太らなければいいんですけど。大丈夫だよあまり太ってる風には見えないけどね。一部太るので。なるほど一部？一部です。なんだろう、気になるな。いいんだよお前気にしなくて、うん、あー下げちゃった、下げちゃった。じゃあ行動。あれ、マジか。よし、さえちゃんの手を握ろう。さえちゃん、はい、喜ぶといいけど。ぎゅ、先輩、ダメ？いえ、ダメだなんて。突然でちょっとびっくりしちゃったから。いや、よかったねそう、よかった、はい、会話してる時ずっと手握ってりゃいいじゃんすごいな、嫌な大人だじゃあたまには世間話。あ、ない、世間話がない。ないですと、うん、うん。じゃあここはおしゃれで戻しましょう。そういえばそろそろバーゲンのシーズンだけど、さえちゃんは行く？あまり行かないです。あら、混んでて好きなものを選びづらいですし。あ、結局気に入ったのが除外品だったりするので。あら、これテンション下がるんじゃないの？そっか、確かにそういうこともあるよね。はい、意外と多いんですよ。だからあまりバーゲンには行きません。あー、ごめんな、なんだかがっかりだね。本当にがっかりです。ああ、よかった、変わんないだけよかった。まだよーし、どうしようかな。アタックしやすいように稼いだ方がいいのかな。やっぱり稼いどくか。ちょっとじゃあこっち行きましょう。うん、よし、じゃあ行こう。5分の1か。まあ実質これがないから4分の1だけど。恋愛ない、下がっちゃった、ごめんね。ローテンションは初めてだね。じゃあ食べ物であげましょう。上がるといいけど。この時期は鍋が食べたくなるよね。いいね。いいですね、鍋温まりますし。いいね。さえちゃんは何鍋が好き？水炊きが好きです。おお。いろいろな具が入ってて見てても楽しいですし。いいね。で、鍋の話とかしてると本当に食べたくなるな。そうですね。うん、戻ったね。さて、ここはこれ入れちゃうとな、さえちゃん俺の座と帰っちゃう気がするんですが、どうしようかね。ちょっとやってみる。やってみるか。
発車発車旅館に泊まった時とか床で寝ると朝起きた時にははだけちゃわない？そうですね、いろんなとこがはみ出しちゃったりしてて。なんですと？はみ出す？例えばどことか？最低だ。それはその秘密です。当たり前だ。そっか。あ、帰んない。よかった。帰っちゃうかと思った。じゃあ、おしゃれ行きましょう。エステって行ったことある？ママが時々行くので誘われますけど、なんだか少し怖いので行ってないです。へえ、お母さんって言わなくなったね。ママって言うようになったね。そっか、でも一度行っちゃうと癖になっちゃうかもね。そうですね。ま、お母さんを見てるとそう思います。いいよ、ママでママでいいのに。さあ、恋愛の後だから行動かな。うん、行動だね。よし、さえ、またかい、同じかな。さえちゃんいいかな。はい、ゆっと。はい、私先輩と手をつないでいるとすごく安心しちゃうんです。そう？ずっとギュッギュしてなさいよ。なんかね、昔ねアイスの CM で堀北真希ちゃんがやってたけどね。ギュギュッとしてくださいって。あれも可愛かったな。感想がおっさんだよ。はい、やべえな、いろんなさ、ところどころの感想がおっさんになってるもんね。じゃあ行きましょう。屋上だね。ちょっとね、アタックをしていきたいと思うんですが、いかんせんね、ちょっと難しい感じはするんだけど、どうでしょうね。学食のそばに自販機あるでしょ。はい、便利でいいですよね。あそこのラインナップに時々すごいのが混ざるんだよ。すごいのですか？この間までは生ハムメロン味の炭酸飲料？なんだそれ。え、生ハムメロン、おいしいんですか？いやー、全く興味本位で買ったけど、とても全部飲めなかったよ。そうですよね。面白そうだとつい買っちゃうんだよね。ちょっと待てよ、大丈夫かな。とりあえずじゃああるもので行こうか。今度はおしゃれ行こう。服を買うときに気をつけてるポイントってある？値段、そうですね、あまり背伸びしないように自分に合いそうな服を選んでいるつもりです。へえ、さえちゃんらしいかも。店員さんには自分があまり選ばないような服を勧められるんです。あら、どんな感じの？その露出が結構ある感じの。あー、なるほど。サイちゃんらしいかも。え、あー、いやいや、なんでもないよ。さあ次は運動。大丈夫かな、下がっちゃわないかな。さえちゃんは今まで運動会でどんな競技に出たことある？私はあまり運動神経が良くないので、玉入れとか大縄跳びとか集団競技に出てました。へえ、なるほど。やっぱり下がっちゃった。さあここは勝負だぞ。ちょっと待て、こっちで当てるより上の5つで当てるより下の3つ、まあ実質2つだな。恋愛、あ、なかった、マジか。あマジか、行動だったんかい、マジか。くそー、ダック行きたかったな。残念。
生物の資料集って時々グロテ、何をお前言い出すの？はい、たまたま開いたページにそういう写真があると思わず声が出ちゃいます。ねえ、生物の資料集は要注意だね。うーわ、ごめんさえちゃん、なんてことだ、こんな暗い顔のさえちゃんにしてしまった。しょうがない、ちょっと次回はね、会話をして放課後デートを狙っていくしかないな。うん、オッケー。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。って言ってもさ、あと1週間ちょいしかないよ。頑張ってね、ニーニー。うん、頑張るけれどもまあデートもするしな。よし、じゃあ今日はここまでにしておきます。ツイッターとブログ相変わらずやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。おそらく次回デート行けるかな、ちょっと微妙ですが、おそらく次回か次々回ぐらいで行けるんじゃないかなと思います。また楽しんでいただければと思います。では、次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。